立憲民主党枝野幸男に特大ブーメラン、検察庁法改正案に抗議しますで、先日立憲民主党の枝野幸男さんが国会にて検察庁法の改正案などについて検察の中立性に対する信頼を失うと、法改正で検察の中立が保たれなくなると主張してしまいました。その他の主張については本日別の動画で紹介しておりますので、皆様そちらを確認していただきたいんですが、そもそもですね、この検察は行政組織であり司法ではございません。政府は検察に対して指揮権を発動して正式に検察の捜査に介入する権限を与えられております。ですので検察が中立だというのはそもそもありえません。また民主党政権下で発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件において、当時の民主党は、今の立憲民主党や国民民主党などは検察に圧力をかけ犯人を釈放させたという事実がございます。こちら当時の民主党政権の官房長官が法務大臣に船長の釈放を指示し、検察は我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮して船長を処分保留で釈放すると表明、実際に船長を犯人を釈放してしまいました。この検察としても民主党政権から受けた不当な圧力を、このように暴露しておりますけども、これもですね、せめて正式に指揮権を発動して民主党政権として責任を取る形で犯人を釈放させていたのであれば、まだしも民主党政権は、今の立憲民主党や国民民主党などは責任を逃れるために検察に全てを押し付けるために検察が独断で判断したと繰り返し主張いたしました。さらに実際にはこの尖閣諸島中国漁船衝突事件においては、検察だけではなくて海上保安庁や沖縄県にも民主党は圧力をかけております。この検察の中立を不当な形で犯したのは、今の立憲民主党であり当時の民主党でございますので、枝野さん、そもそもですね、この検察庁法改正案によって検察の中立が保たれなくなるような事態にはならない中で、このような特大ブーメランを放ってしまっておりますが、ぜひとも検察動向と、枝野さん、明日の予算委員会でも国会で質疑されるようでございますけども、質疑をされるのであれば、この尖閣諸島中国漁船衝突事件において民主党政権が、今の立憲民主党や国民民主党などが検察に不当な圧力をかけたことを最低限認めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。